スピリット・オブ・アメリカとは、クレーグ・ブリード・ラブが自動車の速度記録を達成した自動車の愛称である。シカゴの科学工業博物館に展示されているスピリット・オブ・アメリカスピリット・オブ・アメリカは、初めての現代的な速度記録達成を目指した自動車であった。本社以前の記録は、基本構成としては、通常の自動車と同じような、すなわち内燃レシプロ機関でタイヤを駆動する車で、 達成されたものである。それに対し、ターボジェットエンジンによる推進を前提に、細長い流線型の車体、駆動とは、無関係のため法則小さな車輪といった、以後の記録達成者の基本的な特徴のすべてを、本社は備えている。他の大半のライバル車が、軍払い下げのエンジンを搭載していたように、最初のスピリット・オブ・アメリカもイマイナス86。 セイバーの J47 エンジンを搭載していた。1962年ボンネビルソルトフラッツで試験走行が行われたが、ハンドル操作が難しく失敗に終わっている。そのため補助輪が追加され、前輪を操舵可能にした。クレイグは1963年9月5日、ボンネビルソルトフラッツにて公式速度記録として世界で初めて400マイル毎時を超え、 最初の記録達成となった。その後1964年10月5日にトム・グリーン、そして、どうなのかには、アート・アルフォンスによりクレイグの記録が破られた。クレイグは、ボンネビル・ソルト・フラッツで再び、スピリット・オブ・アメリカに乗り、10月13日には、記録を500マイル毎時、10月15日には526.277マイル毎時と、ほぼ2週間で記録を破った。 二度目の走行の終わりで新記録を樹立した際、スピリット・オブ・アメリカはパラシュートブレーキが故障し、5マイル滑走して電信柱の並びを通り過ぎた後、200マイル毎時の速さでエムコに落ちた。クレーグに怪我はなかった。これはギネスブックに最も長い滑走痕として認定されている。スピリット・オブ・アメリカは修復され、シカゴの科学工業博物館に展示された。 2代目のスピリット・オブ・アメリカはアルフォンスに勝利するために1964年から65年にかけて制作され、スピリット・オブ・アメリカソニック・イチと呼ばれた。4輪であり、より出力の高い回マイナス4ファントムの J79 エンジンを搭載していた。これはアルフォンスのグリーンモンスターと同じ型である。 クレイグは1965年11月15日に600.601マイルマ時ジを出し、アルフォンスにリベンジを果たした。この記録は1970年まで破られなかった。現在、このスピリット・オブ・アメリカはカリフォルニア州のピーター・セン自動車博物館に展示されている。クレイグが世界記録を破ってから30年近くが経った1992年。 新しいスピリット・オブ・アメリカの製作が始まった。スピリット・オブ・アメリカ・フォー・ミュラシェル・ LSRV と名付けられた、この車は全長538インチ、幅100インチ、高さ70インチで、重量は9000ポンドであり、車体は鉄製の筒状フレームにアルミニウムで表面を覆ったものである。エンジンは2台目と同じ J79 エンジンであるが、 無塩ガソリンを使い出力を22,650重量ポンドまで高めた。3代目の初走行は1996年10月28日、ネバダ州のブラックロックデザートで行われたが、約675マイル毎時を超えられずに終わった。1997年には初期走行でエンジンに大きな損傷を受け、 そのさなか、イギリスのスラスト SSC が750マイル毎時を突破した。エンジンを乾燥したスピリット・オブ・アメリカは676マイル毎時に過ぎなかった。クレーグは800マイル毎時を超えられると信じているが、未だ達成していない。1970年のブルーフレームのみ空気吸い込みが当たげないロケットであった。また、 1997年のスラスト SSC では技術の世代が進んでターボファンエンジンとなっている。ありがとうございます。